寝れなかったにゃ。また逃げられてしまった。調査官も目を覚ましました。全員きちんと休めなかったようですね。くっそー、愛子たちが先に着いたのに。たとえ議会が現場を封鎖したくても、愛子たちまで追い出すのはおかしい。絶対にあのハーレンヒルの仕業だにゃ。つまり愛子がよく眠れなかったのはシルベッティ、議会、それともハーレンヒルのせいですか？全部だよ。調査官、深海ニュースがこの事件を放送中です。チャンネルを切り替えます。皆さん、おはようございます。本日の深海ニュースをお届けします。昆宿にあるチェシャネコランドの観覧車が昨日、設備の老朽化が原因で爆発しました。17人が負傷し、2人の死亡が確認されました。パークは閉鎖を命じられ、改修工事のため当面の間入園禁止となります。開園日については別途発表するとのこと。ふん、事故原因と死傷者数がおかしい。あまりにも適当すぎるよ。一般市民の混乱を避けるという観点からは理解できます。そうよ、爆発事件は行方不明事件として扱われ、犯人が捕まっていないわけだし、事件はもう解決したってどういうこと？何よりドロップポイントは元に戻ったのに、どうして突然爆発したの？調査官、何をブツブツ言っているの？顔色が悪いよ。シルベッティがまた捕まらなかったから？チェシャネコランドはドロップポイントである可能性があるということを報告しましたが、観覧車の件については直前にあなたとの連絡が途絶えたことと、ランド内の監視カメラが破壊されたことで、結果に確信が持てなかったため、報告しなかったです。調査官は疑っているのですか？EMC の報告によると、コー隊長は外傷により記憶障害を発症し、参考になりそうな供述をすることができないそうです。でも、このまま何もせずにいるのは悔しい。怪しいところがたくさんあるのに。そう、一番怪しいのはハーレンヒルだ。本当に真相を突き止めるつもりないの？調査を続けるのはきっと難しい。調査官、本当に続けていいのですか？申し訳ありませんが、当店はまだオープンしていません。はじめまして、私はスパングラー財団のダリアです。ベイカーキャットの調査官とお話しできないでしょうか？何かお飲みになりますか？アイスウォーターをお願いします。調査官はどうなさいますか？
ホットミルク？調査官は素直で優しい人かもしれない。仲間としては心強い。フェリニウスの書類を検索したところ、訪問者は深海市生まれのダリア・ハノーファーであることが判明しました。ダリアはシャイニーキャット国際貿易会社の社長で、スパングラー財団の大株主であり、シェーデッド・ゴールデンファミリーのマスターである。またスパングラー財団の代表として今年は議員選挙にも立候補していました。アスラ議員。そんな大物がどうしてここに？そういえば、彼女はエリナのお姉さんだよね。エリナのやつ、いつもトリスにちょっかいかけてないで、ちゃんとアイドルの仕事をしろよ。ダリアに頼んだら何とかしてくれるかな。エリナとトリスの争いは仕事とは無関係。あまり議論しないでほしいです。調査官とダリアさんはきっと厳粛な話をしているはずです。今はどうなっているでしょう。チェシャネコランドのためだわ。あの遊園地、実は私たちの財団の資産なので。調査官はすでにニュースを見て内部説明も聞いたでしょ。しかし関係者としてそれが事実でないことをよく知っているはずよね。まずは今回の事件そのものについてお詫びしたいです。何しろ私たちは管理義務を果たせなかったから。それと個人的に調査した結果、財団の管理層が長い間おろそかにしていることを突き止めた。しかしいろんな事情で調査を続けるのは難しい。だからベイカーキャットにドロップポイントでの爆発の真相究明を託したい。もちろんそれ相応の報酬は支払います。調査が成功してもしなくてもスパングラーとの友好関係が結ばれるでしょう。信頼できる情報源を持っている。調査官、あなたは自分が思っている以上に重要ですよ。もちろんあなたが心配していることも十分わかっているので、はっきりさせておいた方がいいかもしれないですね。深海市議会の議員として、私は深海市に深く根付き、絡み合った議会の権力の大きさをよく知っています。議会は革新を起こせばいいと思っていた時期もあった。しかしチェシャネコランドの事件で私はようやく気づいたのです。私は多くの人たちと同じように事態の危険性を甘く見ていた。このままでは深海市全体が危機に陥るかもしれません。コーイ隊長は私の友人で、私が彼にベイカーキャットのことを議会に明かさないように頼んだのです。そうしなければあなた方全員が危険にさらされるかもしれない。あなた方の現場での行動を見て、それぞれの経歴を聞いて、利益のために振り回されることはないと判断しました。パトスレストランを経営するストームアイのチームは全員が犠牲になる可能性がある。自分たちのためにも調査を続けた方がいいでしょう。後手に回るより積極的に動いた方がいいと思います。そして私もスパングラー財団もあなた方の味方になりますよ。どうでしょう。調査官が協力することに同意すれば
チェシャネコランドへの調査許可もすぐに取ってあげます。調査中に収穫されたエモーション装備や素材は持ち帰っていい。そうすれば一刻も早く力をつけることができるでしょう。こちらこそ。わかっています。近いうちにドロップポイントの調査許可について斡旋してみます。その時にまた連絡します。また議会のような大物を前に必ずバレないようにしてください。そうでなければ私が助けようと思っても助けられません。あなたは本当に特別のようですね、調査官。心配しなくていい。私たちはそのための基金を設立しました。そうだわ、ハーレンヒルから始めてもいいかもしれない。特別なポジションにいるけど、彼自身は隙だらけなので、もちろんこれは彼が仕掛けた罠の可能性もある。それをどう判断するかはあなた次第です。立場上直接調査に参加できなくて残念だけど、これからはよろしくお願いします。本当にダリアが言ったの？深海市はもうこんなに大変なの？ハーレンヒルは腹立たしいけど、議会が深海市を脅かすようなことをする理由はないでしょ？議会、昔からたくさんの問題を抱えていた。そうでなければ先生もそれほど大変じゃなかったはずです。あ、大したことないです。先生も議会の議員なので。頭がパンクしそう。なんか愛子が知っていた深海市じゃないみたい。調査官、チェシャネコランドのドロップポイント調査権限が解放されました。すぐに調査を再開しますか？行こう調査官。ドロップポイントによってドロップした素材も違うって聞いたことがある。愛子もいろんなドロップポイントを見に行きたい。ええ、ダリアさんの言う通り、一刻も早く強くならなければ。